こんにちは。遅れることそれは遅刻、手こきそれは至極、瀕死それは危篤、星雲それは君が見た光、僕が見た希望を切り出す。八大地獄。八大地獄とは、主に仏教で広く浸透している地獄の解釈であり、生前に悪い行いをした者が落とされる地獄の総称とされています。また、その名の通り、八層に分けられていて、罪の重さに比例して、より下層の地獄へと送られます。八大地獄では、基本的に獄卒と呼ばれる悪鬼によって支配されている世界で、そこでどれだけ苦しい攻め苦によって身が朽ちたとしても、獄卒たちの生きよ、生きよ、という言葉によって体が再生し、それぞれに定められた寿命や刑期を満了するまで決して解放されることはありません。はい、ということで今回は地獄界のインペルダウン、八大地獄について一層ずつざっくりと丁寧にご紹介していきます。また今回は話が進むごとにより仮想に、つまりよりえげつない地獄の世界へと皆さんをお連れしていきたいと思います。では Go to hell。 統括地獄。統括地獄は殺生をした者が落ちる地獄です。生前に争い事を好んでいた者や、たとえ蚊やアリなどの小さな命であろうといたずらに命を奪い、一切それらを反省することがなかった者は必ずこの統括地獄に落とされると言われています。ということで、蚊とかを多分血吸ってるやつをこうやるのは多分あれだけど、この辺のやつをこうパチンとかやって反省してない人は漏れなく地獄行きです。こちらの地獄は人間界の地下約 1300km に位置し、広さは13万平方 km にも及び、またこれから紹介する地獄も7層目までは同様の広さとなっています。つまりめっちゃ広いってことです。そしてこの地獄に落ちた人間は互いに害を加えようとする心が芽生え、自らに備わった鉄の爪や刀剣などで常に殺し合いを行っています。つまりウルヴァリンがいるということです。また殺し合いをしない者に関しても獄卒の手により体を引き裂かれる攻め苦を受けると言われています。基本的にここに落ちた人間の寿命は500歳と言われていますが、時間の概念が人間界のものとは違って恐ろしくゆっくり進むものであるため、我々の時間に換算すると1兆6653億1250万年もの間攻め苦を受け続けることになるそうです。つまりめっちゃ長いってことです。次いきます。特上地獄。特上地獄は殺生に加え盗みを働いた者が落ちる地獄で、先ほどの統括地獄の下に位置している地獄の2層目です。つまりルパンと怪盗キッドはここです。またここでの攻め苦は先ほどの統括地獄の10倍の苦しみと言われており、この地獄へ落ちた人間は獄卒に絶え間なく追い回され、捕らえられると熱く焼けた鉄の地面へと押し倒され、焼けた縄を鞭のように体に打たれた後に、これまた熱く焼けた斧やノコギリで鞭打ちの後に沿って体をそがれ引き裂かれます。また極上地獄の左右には麓から山頂にかけて細い縄が張られた大きな鉄の山が存在しており、この山を重りを背負わされた状態で綱渡りさせられ、転落した者は体が砕け散ったり、煮えたぎる熱湯が入った鉄の釜へと入れられ、その身がグズグズになるまで煮込まれます。つまり肉じゃがですね。そしてここでの人間の寿命は我々の時間に換算すると13兆3225億年となり、その間地獄の苦しみを味わい続けることになります。集合地獄。集合地獄は今までの罪に加え、みだらな行いをした者が落ちる3層目の地獄となっています。つまり我々秘密結社ヤルミナティメンバーの庭と言えるでしょう。ここでの攻め苦は極上地獄の10倍の苦しみとなっており、左右にある鉄の山が崩れ落ちて圧殺される攻め苦に加えて、刃が刃になっている木々の上に美しい女性が現れて誘惑し、罪人がその姿に惹かれて身を引き裂かれながら木に登ると、女性の姿は消え、今度は木の下へと現れ、再び身を引き裂かれるといったことが繰り返されます。そして我々ヤルミナティメンバーは喧嘩はからっきしの三級品ですが、性欲だけは一級品なので、女性を追いかけることをやめることはできません。さらにこの地獄には鉄の巨像が存在しており、絶えず罪人たちを踏み潰そうと暴れ回っています。ダンボもいるようです。そしてここでの人間の寿命は我々の時間に換算すると106兆5800億年となっています。
共感地獄。共感地獄は今までの殺生、盗み、みだらな行為に加え、酒を使い人を惑わせたり悪事を働いた者が落とされる4層目の地獄となっています。ここは山口メンバーと AAA 浦田さんの生息エリアになります。また察しのいい方ならもうお分かりかと思いますが、ここでは集合地獄の10倍の攻め具を受けます。そしてここまでの地獄を振り返ってみると、すでに一番最初の統括地獄の1000倍の苦しみとなっていたりもします。とんでもないですよね。で、ここでは煮えたぎる熱湯で満たされた大釜や荒れ狂う猛火が充満した鉄製の部屋へ入れられ、その地獄の名の通り泣き叫び共感させられます。おやおや、これは野々村議員でしょうか。そしてその悲痛な叫び声を聞いた獄卒は怒り狂い、罪人は一層激しく責め立てられることになります。さらにこの地獄にはボスキャラ的存在もいて、頭が金色で目から炎を吹き出す巨大な獄卒が焼けた鉄の地面の上で罪人を追い回し、棍棒で殴りかかったり弓矢で射抜いてくると言われています。そしてここまでの寿命は我々の時間に直すと852兆6400億円となり、統括地獄の約500倍もの長さになっています。大共感地獄。いよいよ地獄の民も折り返しとなりました。大共感地獄は今までの罪に加え、さらに嘘をついた者が落とされる5層目の地獄です。ウソップと、宮迫さんとかの、居住区と言えますかもしれません。ここでの攻め句はその名が示す通りで、基本的な内容は先ほどの共感地獄と同じものなのですが、熱湯や炎はより大きく熱く泣き叫び許しを請う声に対して、獄卒たちはより強く怒り狂うのだそうです。そしてここでの寿命は人間界換算で6821兆1200億円となっていて、これは地球が誕生してから現在までの時間の約150万倍の長さとなっています。とっても長いです。消滅地獄。消滅地獄は別名炎熱地獄とも言われ、今までの罪に加えて仏教の教えと異なった考えを説き実践した者が落とされる地獄の6層目となっていて、大共感地獄のさらに10倍の攻め句を受けます。これはヤルミナティ教教祖である私の縄張りになっています。ここでは常に極熱でその身が焼け焦げ、熱々に熱され真っ赤に染まった鉄板の上で串刺しにされたり、アイス、ノース、リップス、ソルなどの体のパーツがバラバラに分解された状態で炎で焼かれます。この消滅地獄の炎に比べると、今までの地獄で味わってきた炎や熱湯が冷たい雪のように感じられるほどで、この消滅地獄の炎をほんの数センチ我々の住む人間界に持ってきただけでも、人間界全てが一瞬で焼き尽くされるほどの激烈な熱さを誇るそうです。そしてここでの寿命は我々換算で合計4568兆9600億円に当たります。ついに桁が変わって K が登場してしまいましたね。大消滅地獄。消滅地獄の下に位置する地獄の7層目で、前の罪に加え強姦を行った者が落とされる地獄です。ここはまあ田所浩司の居場です。そして皆さんご想像の通り、消滅地獄の10倍の攻め句が罪人を襲います。そしてここでは消滅地獄で受ける攻め句を一層強くした苦しみが与えられ、高さ 6500km、 幅 2600km もの巨大な炎に身を焼かれ、そのあまりの苦痛にもだえ苦しむ罪人たちの野獣の方向は約4万km先にも届くのだそうです。そしてさらにこの地獄に落ちる罪人は、死の3日前からすでにこの地獄と同様の苦しみを受け続けるのだと言います。そしてここでの寿命は人間界での43京6551兆6800億年に相当します。無限地獄。とうとうたどり着いてしまいました。地獄の最下層、無限地獄です。ここは前の7つの地獄よりも広大で、26万平方キロメートルと倍の広さを誇っています。ここでは今までの罪に加え、父母などの親族や聖者を殺害した者が落ちる地獄になっています。ここには父親をノートで殺した八神ライトと、おじいちゃんを踏んづけてしまった悟空がいるとかいないとか。ちなみに人間界から無限地獄まで真っ逆さまに落ち続けたとしても、ここにたどり着くまでにおよそ2000年かかると言われています。
まだ最下層なだけあって、今までのように上層の10倍では済まず、この地獄を除いた全ての苦しみの1万倍もの攻め苦を受けると言われており、この無限地獄で受ける苦痛に比べると、今までの7つの地獄の攻め苦が夢のような幸福に思えるほどだそうです。そしてここには64個の目と 65km の巨体を持った奇怪な鬼がおり、鬼が吐き出し続ける炎にさらされる中、舌を抜き出され、100本の釘を打たれたり、毒や火を吐く不気味な虫に襲われ続けたり、大焼熱地獄以上の高温で熱された鉄の山を登り下りさせられるなど、罪人たちは数えきれないほどの苦痛と恐怖に苛まれ続けます。またここでの寿命は人間界での349京2413兆4400億円に当たり、これがどれほど途方もない時間なのかというと、縦と横高さがそれぞれ13万キロメートルの正方形の石を100年に一度木綿の布で軽く撫でていった場合の石がなくなるまでの期間や、先ほどの石と同様の大きさの城を消し粒でいっぱいに満たし、100年に一粒ずつそれを取り出していき、お城の中の消し粒が完全になくなるまでの期間と例えられています。皆さんも悪いことをしているといつか地獄に落ちるかもしれませんよ。はい、ということで今回はこんな感じなんですけど、この動画を見て、まあ、悟空なら大丈夫そうだけど吉田沙織の方が多分もっと大丈夫と思った方は、高評価とチャンネル登録、 Twitter のフォローと、お邪魔じゃなければベルマークの通知登録もよろしくです。おりー。はい、ということで賢者タイムなんですけれども、さっきラーメン食べてきて、今、編集のちょっと最終チェックしてみたいな感じなんですけど、昨日ですね、サイン会握手会、初のリアルイベント終わったということですね。めっちゃ最高でしたね。楽しかった。とにかく楽しかった。なんかやっぱ視聴者さんとですね、直で触れ合える機会ってのが今まで一回もなかったんでですね、もうなんかおーいみたいな感じで、すごい今日もね、ちょっとその昨日のことを思い出しながらちょっと抜いてるわけなんですけど、はい、そんな感じでですね。で、まあちょっとね、今日ぐったりしてるんでね、ちょっとダラダラしつつ、まあ撮影とかしつつ、ちょっと過ごしそうと思います。で、イベントの様子もですね、若干撮影してたりもするんで、ちょっとまあ機会があって余裕があったら、ちょっと何かしらの形で、お出ししようかなと思ってます。イベント自体はですね、本当にたくさんの人が来てくれたんですけど、で、かなり待ってもらった方も結構いらっしゃったんでですね、本当にごめんなさいっていうのと、長い時間待ってもらって本当にありがとうございましたっていうことでですね、もしまたね、こういうことをやることがあるとすれば、まあ、もうちょっとね、うまく、やっていこうかなと思っております。はい。ということで、イベント最高でした。そういうことで、おやすみなさい。